ちょっとした小ネタを聞きまして、 L さんと R さんを同時に押すと、なんと服をキャストオフできるというお話を聞きまして、ちょっとやってみたいと思います。あ、え、何今の。あ、おしっぱってことか。いきますか、じゃあ。え、バンカーで自爆した。連鎖的な爆発によりバンカーは崩壊。落下する姿はまるで流れ星のよう。え、宇宙空間に放り出され、司令官ギャグエンド。すいません、というわけで俺の性欲があのバンカーを爆発させてしまったということで。あー、そっか、あっこでやっちゃダメなんだ。ちょっともう一回やってみます。いくぞ。お、あー、ごめん。ちょ、回復。入れない。あの状態だと入れねえんだ。念願のレオタードなんですけども、ごめんやでって感じだな。もうこれっきりにしよっか。これはちょっとごめんなさい。これ寝たら服とか治んのかな。セーブはいいです。あ、格好はでもこのまんま。なんか、まあ、なんかほんとすいません、ちょっと抑えきれなくて。というわけで、行きますかね、じゃあ。うん、じゃあ目的地に行きたいと思う。本当にひどいことをしてしまった、ごめん。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。こっから行けってこと？後ろにだよね。ねえ、トゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。確かにな。あれ、なのに意味があるのかね。なんか特別な。アンドロイドに勝てないから真似をしてみたいなあれなんですかね。うん、怪しげな。え、遊園地？花火上がってる。喋れんのか。
愛を受け取ってください。これ攻撃は、あ、こいつは攻撃して、うわやだ、なんかマジか、何も、俺が攻撃しなきゃ何もしてこないってこと。うわーやりづらいな。じゃあ攻撃しない、じゃあ攻撃しないと。メールを受け取り、あれこれってあれだよね、なんかあのアクセスしないと見れないよな、確か。あれなんか違う、この立てろ、夢見るロボ、なんかあんのかな。ちょっとじゃあ俺はこいつらにはもう攻撃はしない、あのやった苦しみで自分を潰す。喜びを分かち合おう。こいつら、これは見覚えありますね、浦安のやめとこうか、荒れるこの話題。このゲートは開かないみたいですね。どこか他の道から進めないかな。他の道、ん？ここ？あれ入り口になっちゃうの？入り口じゃねえか。そうか、そこに行くためにどこから回り込めってこと？ん？あ、ああ、いけないか。なんか通路とかねえかな。わかんねえ。マップ見れねえ。こっちは。ふっ。あ、開いてる。これか。完璧でしょ。ねえ、これ。え？これ月の涙じゃない？え？違う？違うかな？カイネさんの花にちょっと似てると。この通路はどこに繋がっているんだろう。こいつはなんか違うぞ、風貌が。休憩、あ、休憩おさぼりですか。あの、両親が痛むからこいつらにはやっぱ攻撃できないな。動いてるやつに話しかけられない。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。なるほど。あ、これか。ウィース、メール見ますか。嘘でした、木星占い。カガズマ女の子に占ってもらったら、ああ、あららら、あんな、そう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 、それでいいんだよ。女の子だね。あ、泣いてる。ちょっと、オペコちゃん可愛いんだけど。自分に都合よく解釈すればいいんだよ。ここから先に進むには、進めるルートがないか調べてみましょう。
都合よく行きましょう。占いも。これ登ってくとかじゃない？ん？お、すごい。なんか、アクションゲームみたい、昔の。いいね。ん？あ、こっち？お、ジュース。危ない。壊れた。ポンコツ機器。壊れた。だけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。これん、おちょ、お急に曲が、今なんかあっちゃ、避けらんねやつ。あってーな、こいつ。いや、これ引かれちゃうか、この人。これは結晶？怪盗。機械生命体の体内にあるコアの破片、構造的に植物細胞に禁じ。植物細胞か。植物細胞、機械生命体の子、今ていうかいたよね。ボクちゃんはあの人がいた国で自身の限界が知りたかった。カイナさん、カイナガ、カイナガさん。なる。レーザーとかの方がいいのかな、ボス戦とか考えたら。いやでもどうなんだろう、ため消せっから。やっぱあれ、ここじゃねえのか、こっちか。何これ、ジェットコースターか。お、何これ。怪盗、人類が建造した遊具、レール上を高速で移動しスリルを体感するもの、絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。超バランスだ。なんでアンドロイドに。ところで 2D、 何、僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう、そろそろ 2D もどうですか。何だから、ナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。まだってことは脈ありだぞ。ちょっと恥ずかしいってことだ。甘酸っぱいな。すごい。報告、この部屋の下にレジスタンスの反応多数。これはあれか、デフォであるやつ。私は乾いた砂の上で我が身を散らす機械生命体を見た。ビクターさん、最大値が上がったから。
な形の機械生命体、記録にありません。なんだこいつ。お、これか。ん？何が起きる？硬えな。何。おお、そういうの苦手なんだけど。うわあ、もう一回。やめろー。ダチョ。あぶねー。どこ行った。何だろう。お、何それ。やべ、早かった。いた、こいつ。これダメか、リリースポイントには近すぎた。これあれかな、レーザーの方がいいのか。いやでもどうなんだろう。なんだ、ん、え、何これ。周り壊せばいい。何これ、真ん中に。ハッキング。敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビー、私は死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。うわー、生殺しってわけか。生殺しにして利用してるってこと。どこ。あー、しまった。おめっちゃ動く。あれに当たるとあれか、ハッキングされちゃうってことか。あんまりやつ上からだから分かりづらいな。どこどこどこ。ここはあんまり強くないけど。敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。なんか来る。警告、敵のジガネータによる飽和攻撃、速やかに破壊しないと記憶領域に重大なダメージを受けてください。空振ってんの。あ、今か。お、うわ、やばい、当たっちゃった。なーちゃん、
ット。了解。行け。助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう、全滅ってわけか。最後映ったの何だったんですかね。なんかそのあいつのために綺麗になろうとしてたってことなのかな。人を模した機械は神が作りし、巨頭で美しい地球に救う敵を見た。ちょっと本名っぽかった。なんとも。やっぱ多めに持っといてよかったかな。だいぶボコボコにされたな。ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない。そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。うん。外は変わらずなんかな。言葉を使えるなんて。お礼する、私たちの村に来い。行くか。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。ついていけばいいのか。こっち、あっ、こっち。さっき開かなかったとこか。見失わないようにしないと。うっす。どこに連れてってくれんだ。お、なんか木が。あれは。ああ、トゥビーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。うん、どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。なるほど、確かに言われてみれば効率的だな。
界生命体の村。全員が白旗。戦う意志がないってことでしょうか。白旗だな。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥビ、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたちにとって私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル。この村の王者をしています。この村に住む者たちは戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目で確認してみてください。パスカル、白旗降参。あ、というわけで切りが良いのかな。ここでじゃあ一旦セーブしますか。なるほど、そういう流れか。どうなっちゃうんだろう。